はい、皆さんこんにちは、ガムシロです。ということで、配信続きをプレイしていきたいと思います。でですね、今がですね、この一応外には出られたんですけども、また非常階段の2階の鍵を手に入れまして、そこからスタートですね。はい、進めていきたいと思います。もう特に何もないよね。3回とか、いやもうないか。まあとりあえずこのまま進めていきます。これどあ、あ、ん、出て上がった今ん、あ、こっか、こうか。 OKOKOK。 さあこれどうなっていくのか。あれ、ん、手前に行きたい、手前に行きたいよ。よしよしよし。2階の鍵は手に入れたんで、そのまま2階に進みます。さあ2階廊下に来ましたね。お、なんだ、どこ、何、あ、やばい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 、危ねえ。危なかったー、マジで危なかった。開いてます。てかちょっとこの子格好が危ないな。ちょっと切り替えます。どうしよう、あずさでいっか。どこだ、ハテナマークが、あ、これか、これのことかな。2階に戻ってきたのはいいけど、何するんだろう。やばい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 。大丈夫か。大丈夫っぽいな。よし、とりあえず大丈夫っぽいけど。記念室なんかあるかな。つかない、何にもない、ここも何もない。あ、窓は、何にもなかったな。ここ入れると、入れるね。あ、え？誰かに覗かれてる気がする。いや、覗かれてるんだけど。テレビはつかない。何もないな。お、丸い形をした変わったベッドがある。ここを調べたもんな。じゃあここじゃないのか。やばいやばいやばい、普通にいた。ていうかこのまま1階に降りるか。1階に降りてたって、このまま行けるかな。いや怖いな。ちょっとセーブしとこうかな。あ、あ、なんか落ちてる。ああ、すいません、一旦、あ、間違えた。どこだ、電話、もう違う。何かやってんだよ。
はい、セーブしたので進めていきます。なんかあるか。あ、これは雑誌だもんね。特に何もないか。よし、じゃあ進みます。調べるとこないのかな。え、やばくない？どっちから？隠れた方がいいかな。いや、でもそのまま下に行くか。よし、出られる、出られるんじゃない？これ何？あ、なんかある。劣化は激しく、天井に大きな穴が開いてしまっている。あ、瓦礫が山積みになっている。やばい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 、なんか全然知らん部屋来たぞ。豪華なシャンデリアだ。謎の部屋来たけど。違う違う、これ絵が、絵画が落ちてしまっている。年代物のソファーが置かれている。え、これやばくない？あれ、これだけ？これ今来られたらやばいでしょ。自販機？見たこともないラベルのものがたくさん並んでいく。ああ、別に。あれ、こっちだったっけ。ああ、やっぱこいつが動き出したんだ。電気は通っていないようだ。やっぱこいつが動き出したんだって。動き出したとこ見たやん。はい、セーブしてきました。まあセーブせんでもこのまま出ればいいんじゃないの。いくつかのパネルが取り付かれる。もういいいいいい、大丈夫大丈夫、そんなこと調べんで。よし、出られるぞ。どうしたどうした。こんなの来た時はなかったよね。うん、だって普通にここを通って入ってきたじゃない。というか何なのよこれは。分かんない、髪の毛。あー、なんか髪の毛絡まってんのかドアに。でもほら、頑張ればなんとか通れそうじゃない。っていうか4人目大丈夫なの？あの、その何だったっけ、ナナの友達。そうね、この得体の知れないものを頑張ってかき分けていく勇気があれば。ハサミ持ってんじゃん。 なら頑張るしかないわね。行きましょう。嘘でしょ。待って、落ち着いて。アズサちゃん、他の出口を探そう。嫌よ、私はもうこれ以上1秒たりともホテルの中にいたくないの。でもここで時間取られている間に、もしも着ぐるみが来たらここ逃げられないよ。まあそうね、あずさの気持ちもわかるけどね。ここはやっぱミオの言うことを聞いといた方がいいんじゃないかな。確かにミオの言う通りね。ここだと黒のネズミだわ。そうね、逃げ場がないもんね。駐車場は？駐車場とかあった？そう、確か地下にある駐車場へ降りられたはず。そっちから出られるんじゃない？あずさちゃん、そっち確認してみない？そうね、まあとりあえず確認してみてからでも遅くないね。分かったわよ。私だってより安全な方がいいわ。そうそう、まずは一度地下へ降りましょう。そうそう、とりあえず地下行こう。そうだね、そっちからはすんなり出られますように。地
下の駐車場ってどこにあるの？ああ、電気は通っていない。地下駐車場ってどこよ？これ調べられないの？どうやって行けばいいの？地下の駐車場、あ、ここ？ここっぽいね。OK。初めて来たけど、駐車場。落書きされている。誰かここに入り込んだ時に書いたようだ。お？年代物の大人向けの雑誌が乱雑に置かれている。てか、左に進んでんけど、左でいいの？左じゃないっぽいな。じゃあ、右だ。なんだ、どっかになんかあるの？あ、なんだ、マッチを手に入れた。マッチ、あ、まだなんかあるのか。ん、あ、これか。マッチなんて何に使うんだ。燃やす？とりあえずこっちに行って、あ、ホテルイザナミ。落書きがされている。誰かがここに入り込んだ時に書いたようだ。とりあえず早く出たいよね。うわ、ここも髪の毛。最悪やん。あ、マッチがある。こっちも通れないじゃん。だからさっきのとこで無理やりにでも出ればよかったのに。ごめんごめん。ナナ、他に出口はないの？他の出口？ごめん、思いつかない。そんな、それじゃあ私たちこのホテルから出られないってこと？いやいや、ハサミとかさ、あのガラスとかあったやん。それ使わないの？こんなことになるくらいなら最初からこの企画反対してればよかった。あずさちゃん、怖いもの大嫌いなのに無理してついてきた。バカみたいじゃん。これで私死んだりしたら。いや大丈夫大丈夫大丈夫、まだ大丈夫だ、まだ大丈夫だって。あのさ、ナナちゃん、どうかしたの？いや、この状況で何を能天気にと思うかもしれないんだけどさ。どうした？これってもしかしてやっぱり全部私の友達が仕掛けていることだったりとか？今更そんなことある？何を根拠に。そうそう、だって幽霊なんているわけないし。まだそんなこといいよ。身も蓋もないね。これだけ的確に出口を塞がれてるのも、ほら、友達には事前に見取り図を渡していたからで。二重ドッキリっていうのかな。ドッキリを仕掛ける側が逆にドッキリを仕掛けられたみたいな。さっきナナが自分で友達は小柄だって話してたんじゃない。着ぐるみはどう説明するのよ。ああ、だけどその子が別の人に頼んでいく着ぐるみを着てしてもらってるとか。それはほら、あれよ、きっと私に内緒で他の人たちを連れてきてるのよ。俺と一緒のこと言ってるよ。この出入り口にしたって、そう、こんなタイミングよく出口だけ塞いだりできないわ。ホテル中に仕掛けられた小型カメラ越しに監視してる人でしょ。入り口を塞ぐ人が二人に、あとはそれ、着ぐるみに扮している人で 4,5 人くらい。そんなに大掛かりなことして何になるよ。入り口を塞ぐにしてもこんな大道具まで用意するんだから、もしかしたらもっとかも。規模の大きい話ね。そうそう。でも
あの着ぐるみはさすがにやりすぎでしょ。だって別にさ、この人たち言うて、あの一番最初の7チャンネルってそんなにバズってないでしょめちゃめちゃ有名な YouTuber なわけじゃないのに、そこまでする必要はない。そこはほら、私の目標に合わせて全力で協力してくれてるってことよ。そこまでするか。どうよこの案、ちょっとは気楽になった？ああ、気楽にさせるためにこうやって言ってたんだ。どうしたどうした。ちょっと、気楽って何の、どういう意味？だいぶ脳天気だ。共感できるわ。登録者欲しい。で、人気動画も作りたい。確かに。これだけ緊張してたのがバカみたいね。でも、おかげで気持ちが楽になったよ。まあ、能天気なおかげでね。あずさもなんかヒステリックになってないし。うんうん。動画で撮られてることを考えたら明るく振る舞わないとね。いけそうね。ナイスアイディア、ミオ。そういえば、さっきはないかなって。怖がって、探さなかったね。神社あったしね。早速向かってみましょう。ママが先に行ったよね。アジさんは本当に怖がりさんだな。うるさい。前見て歩く。どうした？いや、とりあえずそう思っといた方がさ、心に余裕あるでしょ。ん？ミオ、どうしたの？ううん、なんでもない。ドッキリだったとしたら、私を襲った髪の毛は何だったんだろう。ああ、そうか。それは確かにね。っていうか、切り替えるか。ミオちゃんにしようか。なんかある？なんかハテナが出てきたけど今。ん？あ、これか。っていうかもうないのか、何も。もう一回ちょっと探してみるか。もしかしたらなんかあるかもしれんし。あ、これは見たな。お、
なんか新しいの見つけた。親子無理心中の新聞記事を手に入れた。15年前の新聞だ。親子二人の遺体、無理心中か。 N 県なんとか塚にあるレジャーホテル、ホテルイザナミにてオーナーを務める男性35歳とその長女7歳の遺体が発見された、現場の状況から無理心中を行ったとみて警察は調査を進めている。はい、他はないのか。なんか別になんかないかな。とりあえず1階の、あ、これあれか、大人向けだしか。1階に戻るのか。これは調べたな。どこに行くんだったっけ。あ、そうか、出らない行けんのか。ってことは2階にまた戻ってか。っていうかこの1階のまま戻れない、出られない。ここが事務室っぽそうね。なんか、事務室に行く予定だったっけ。何か手がかりがあればいいけど。開いてない。ダメ、開かない。ここも鍵がかかってるみたい。なんでどこも鍵がかかってるのよ。それ廃墟だからね。本当に中は当時のまま朽ちていったって感じだね。真上の部屋に秘密の抜け道があって、そこから入れたりしないかしら。真上？本気で言ってる？半分くらい。で、天井が抜けてたら上から入れるかも。抜けてたとしても危ないわよ。まあ確かにね。ごめん、そうだよね。でも中に入れるとしたらそれが一番。けど他に心当たりがあるわけでもないし、一回試しに上の部屋を見に行ってみない？そうだね、あずさはもう本当に出たいだけやもんね。とりあえず上に行くか。上の部屋って言ったらここじゃない？わ、まだ髪の毛残ってる。ここじゃないのかね。セーブしといた方がいいか。はい、セーブしてきました。とりあえず進みます。そこが抜けてたらって言ってたけど、ああ。あ、これ大人向けか。そこが抜けてそうなとこないよね。ないな。どっかないのかね。でもなんかどっか抜けてたような気がするけどね。入れない。あ、どうした？何？ななちゃん、どうしたの？どうした？あの帽子、ほら、エレベーターの前。帽子？誰かいるわよ。え、
じゃあドッキリだったの本当に。あれ、多分友達だわ。ルナちゃんの友達？無事だったんだ。とりあえず早く行こう。ええ、よかった。やっと見つけた。ちょっと声かけてくるわ。ちょ、ナナ、危ないよ。大丈夫だってば。やっと見つけた。ねえ、散々探したのよ。今までどこに行ってたのよ。入り口塞いだり、着ぐるみに追いかけさせたり、ドッキリ仕掛けたのあんたでしょ。すごいびっくりしたじゃない。なんか怪しいな。これ違うような気がするな。今はどこかでカメラ回ってたりするの？まさかこの辺にも仕掛けがあったりしないでしょうね。え？ねえ、どうかしたの？なんとか言ってよ。聞こえてる？なんで真っ暗なの？めちゃめちゃ照らされてるのに。ねえってば。え？どういうことなん？ナナちゃん？あれ？ナナ？いやー！え？触らないで！ナナちゃん！早くこっちに！無理！こいつ力強すぎる！いやー、死にたくない！マジかよ。いやあ！嘘。しないと、ナナちゃんが。待ってってば！でも。動いてる。なんでエレベーター動いたん？にいたよ。え？ねえ、知ってる？何を？都市伝説だよ。最近話題の呪いのダイレクトメールってやつ。ああ、なんか教室でそんな感じの話してる子たち。詳しくは聞いたことないや。どんな話なの？あのね、つい最近女の人たちが行方不明になったニュースあったじゃん。ああ、あったね。確かこの辺りの人がいなくなったんだよね。そうそう。でね、その人たちがいなくなってから何日か経った後の話なんだけど。え、これ何？突然その人たちと面識のあった人の SNS にダイレクトメールが届くようになったんだって。その人たちから？そう、
いなくなった後にだよ。マジ？しかもナナたち何度も何度も繰り返し同じ場所の位置情報が送られてくるの。メッセージとかじゃなくて？絶対何かの事件に巻き込まれてるじゃん、それ。だよね、そう思うよね。はじめは助けを求めてるのかと思って警察にも持って行ったらしいんだけど、送られてきた場所に警察が行くと、そこは何もないただの廃墟で、その人たちの痕跡も見つけられなかったんだって。え？いたずらだったってこと？うん、警察はそう思ったみたい。でもね、その翌日、今度はその地図が送られてきたって警察に報告してた人もいなくなっちゃったらしいよ。え？いなくなった？そう、初めの人たちと同じように突然。それで今度はまた違う人にその人からダイレクトメールが届くようになって。まさかその人にも？うん、初めの人たちと同じく位置情報だけが送られてきたんだって。これが呪いのダイレクトメールって噂話。何それ、普通に怖いんだけど。届いたら最後じゃん。だよね。ねえ、もしもだよ、そんなダイレクトメールが届いたらどうする？あれ、この子届いてんじゃない？即答？かっこいい。だって嫌じゃん、開くの怖いし。それにもしかしたら中身を見なかったら助かるかもしれないじゃん。確かに。え？じゃあさ、もしそのメッセージが私から来たとしても、ちゃんと消してね。え？やっぱ送られてきてたんだ。おかけになった電話番号は現在使われておりません。うわあ。エンディング？何にも分かってないけどエンディング？あれ？これもしかしてマルチなのか？マルチエンディング？何にも分かってないもんね。結局あのぬいぐるみが何だったのかも分かってないし、着ぐるみか。あれ、どっか間違えたのか。はい、ということで一旦ちょっとこれ調べてみます。ちょっとととりあえず、エンディング全部見ましょうか。新しいエンディングが開放されました。はい、ということで一旦ちょっと待ってください。はい、戻ってきました。ですね、マルチエンディングみたいですね。で、今多分今のやつが感染拡大っていうあのエンディングらしいです。で、まあ今からまたやり直すんですけど、まあいいや、とりあえずそこまで、分岐のところまで一旦戻ります。はい、戻ってきました。ですね、最初の外に出たところですね。あ、一旦じゃあキャラ切り替えとこう。よし、ミオちゃんでいきたいと思います。
でですね、ここで、ちょっと分岐があるらしいんですけども。っていうか、こっちのやつとか撮ってるんだろうか。なんかあったの？ここら辺とか。なんか落ちてなかったっけ？ここら辺。あ、何もなかったんだ。ですね、これで一旦3階に登るらしいです。3階に登ってですね、これどうやって行くんだ、なんで降りる、 OK。 あ、てか、あ、鍵持ってますね。てか、ずいぶん俺、取り忘れてんな。いろいろと。あ、違う。違う。オッケーオッケー。いけた。3階まで来てですね、ここで、なんか、するらしいです。あれ、やっぱり。あー、帽子？帽子？あれがどうかしたの？あれ、多分友達の帽子だなって。あ、それでなんか言ってたんだ。前回。それって、一緒にドッキリを仕掛けてたっていう。うん。さっき非常階段に出た時に、帽子が飛んでいくのが見えたのよね。でもさっきの感染拡大の、終わり方から推理すると、完全に4人目の子が、着ぐるみ野郎、なんじゃないのかね。あんな早着替えできないでしょ。だって、一瞬にしておらんくなるっていう。やっぱりこっちの方までは来てたんだ。何か準備してて落としたのかしら。念のために拾っておきたいんだけど。何で拾うの？いや、さすがに無理でしょ。ダメ、全然届かない。そう、そりゃそう。あの距離は私でも無理だわ。長い棒みたいなもの、どこかにないかな。え？はい、じゃあ、恒例のタイム行ってみましょうか。はい、できましたね。とりあえず、少し風が強くなってきたんじゃない？危ないし、もうそろそろ諦めた方がいいかも。そうね。でも、もう少しだけ。あれ、これ、なんか、時間あるのか？ちょっと待って。あ、いや、ストロー。長いもの、三脚？ここら辺のものは使えないもんね。三脚にしてみるか。どう？やったわ！一階に落ちたみたい。あ、落としゃいいのか。拾いに行きましょう。取るんじゃなかったんだ。これで一階まで行くのか。はい。これで、多分、ルートの分岐は、できたはず。なんで下に降りない？違う。帽子を取りに行って、またどっかに引っかかっとったりせんよね。
あ、あった。あったあった。どうした？っていうか、ウジ虫。嘘、やだ。ウジ虫だけじゃないよね、これ。もしかして血？ああ、じゃあやられてんなもん。どういうこと？血って。ねえ、待って。それじゃあもしかしてあの子はもう。もうダメじゃない？さすがに。大丈夫だよ。暗いし、もしかしたら虫のいる錆びた水の中に落ちてたのかもしれないし。でも、来たの今日なんだよ。この帽子の子にドッキリの準備してもらったのも。しかもこんな内側にばっかり。水に落ちてたならつくわけないじゃん。それはそうだけど。めちゃめちゃ言われようやん。ねえ、もうやめようよ。どうした？あずさちゃん？これもあれも全部ナナの仕込みなんでしょう。ああ、疑い出した。え？やりすぎだよ。もういい加減ネタバラシしてよ。ねえナナ、これ全部動画のためのドッキリなんでしょ。わあ、どうした？ヒステリック起こしてた。あれ？本当ね、そう。全部ナナがお友達と仕組んだことなんでしょ。そうでしょ。ねえ、もう十分いい絵撮れたでしょ。これ以上続けて何になるの。いい加減やめるべきだよ。やめてよナナ。あずさちゃん。でも なんでナナちゃん反応しないの。ねえ、なんとか言ってよ。ちゃん、今なんて。そんなわけないでしょ。本当にもしそうならとっくの昔にやめてるわよ。たかが弱小配信者の一般人の私にこんな大掛かりな仕掛け。そりゃそうだよ。そりゃそう、そりゃそう。その着ぐるみだって誰が準備してくれるっていうの。私なんかのためにこんな廃墟に置きっぱなしになってるものに入って誰があんなことするってのよ。だからそれも全部元からあったものじゃなくてドッキリとして持ってきたんじゃないのって聞いてんの。もうめちゃめちゃ喧嘩しようや。だから違うって言ってんじゃん。これ全部仕込みだったらよかったって私だって思ってるよ。嘘よ。嘘じゃないのよ。二人ともやめてってば。やばいね。私のせいで友達が危険な目に遭ってるかもしれないのに。危険な目というか、もうダメじゃない。何よ。そんなに犯人かもしれない友達の方が大事。私たちはどうなっていいっていうの。そんなこと言ってないやん。でもとりあえずヒステリックはやめよ。あずさちゃん。そんなのアルサとミオも大事に決まってんじゃん。違うの、分かってる。本当にごめん、言い過ぎた。ただ現実を認めたくなくて、こんなわけのわからないことに巻き込まれて、私もう、こっちこそごめん。私がここに連れてきたのは本当だし。大丈夫、大丈夫だよ。二人とも。ミオちゃん一番なんか、なんていうの、ちゃんしっかりしとんな。誰のせいでもないよ。この子めちゃめちゃいいな。ミオ、ほら、こんなところで喧嘩してたらそれこそ危険だよ。確かにね。3人で協力すればきっとナナちゃんの友達にも会えるし、ここも
も出られるはずでしょ。この子めっちゃいい子、もう本当にいい子この3人組の中でリーダー的な存在なんじゃない。じゃあ隠れたリーダー的な、表向きはナナだったりするだろうけど。そうね、ニオの言う通りだわ。見た目的にはこの子が一番強そうなのね、あずさちゃんは。ありがとう。とにかくまずは出口まで行ってみよう。とりあえず行こう。そうそう、とりあえず行こう。友人の帽子を手に入れた。っていうかもうすごく嫌なことを言うと、これ仕掛けてるのさ、ミオちゃんじゃないだからこんななんか落ち着いてずっとさ最低なこと言ってるから。なんかミオちゃんが最終的に裏で糸引いとって、ミオちゃんがあこっちじゃない、全部ドッキリでしただったらすげえなとは思うけど。で、ナナちゃんと共闘か、ナナちゃんにそうここに来るように仕向けて、だったらやばいな。あとはやっぱり正当なやつでいくと、着ぐるみの中無理心中した、何だったっけ、このホテルのオーナー説かな。なんで上に行かないよ。とりあえずじゃあこれで入りゃいいのか。 OK。 あ、ここ何もなかったんだ。とりあえずここの部屋入るか。誰かに覗かれてる的なね。あ、なんかある。ファンタジーランド閉園を手に入れた。ファンタジーランド閉園、ファンタジーランドが閉園してから予想はしていたものの経営が苦しい。変な子供が現れたというクレームがさらに増えている。このホテルで何が起こっているんだ。このままでは従業員も解雇せざるを得ない。気が狂いそうだ。あー、オーナーの人も苦しんでたんだね。はい、一旦セーブしていきます。はい、ここで一旦終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。本当にこれ、ミオちゃんが仕掛けた壮大なドッキリだったらやばいな。まあ、はい、じゃあ終わります。はい、じゃあこれで失礼します。さよなら。